皆様こんばんは、豆腐です。本日はですね、毎回ですね、好評をいただいておりますブラインドテイスティング企画を行っていきたいと思います。ということでですね、今回はアイラモルト限定でブラインドテイスティングしていきたいと思います。まあ、毎回ルールは一緒なんですけれども、私豆腐は飲んだウイスキーが何かということを知らない状態で味を比べまして、順位をつけていこうという企画になっておりますね。今回もですね、彼女に協力していただいてテイスティングしていくんですけれども、今回はちょっと一気にここに7種類置いて飲み比べていこうかなと思っております。はい、それではですね、早速今回のウイスキーを紹介していきたいと思います。はい、ボーモア12年になっております。こちらはですね、ちょっと9ボトルのボーモアなんですけれども、一応ですね、アイラ島で最古の蒸留所となっております。アイラの女王とか呼ばれているウイスキーになっております。はい、2本目はアードベック10ですね。こちらのウイスキーは個人的にトラウマがあるので、その辺がですね、どうランキングに影響するか見どころですね。はい、3本目はラフロイグになっております。ちょっとですね、ラフロイグ10年ではないんですけれども、クォーターカスクですね。こちらはラフロイグも結構人気の銘柄ですので、この辺も期待大でございます。はい、4本目はアイラの巨人ラガブーリンになっております。こちらはですね、個人的には結構好きなアイラモルトなので、上位に入ってくると嬉しいですね。はい、カリラ12年になっております。こちらはだいぶですね、薬品臭というか溶度高が、素晴らしいウイスキーとなっております。こちらもハイボールが僕はかなり好きですね。はい、6本目はポートシャーロット10年になっております。ちょっとですね、ブルックラディ蒸留所からはクラシックラディをちょっと持ってないので、こちらのポートシャーロットになっております。はい、そして最後はキルフォーマンマキアーベイですね。個人的にはアイラ系のウイスキーの中ではキルフォーマンが一番好きなので、優勝候補筆頭となっておりますね。はい、ということでですね、こちらの7種類でブラインドテイスティングしていきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。皆さんのお好きな銘柄も入っていますでしょうか。それでは早速始めていきましょう。はい、ということでですね、7種類準備してもらいました。まあ、こちらですね、ここに番号が1から7まで振ってありますので、これをですね、ちょっと飲み比べていこうと思います。さあ、それでは早速ですね、まあ順番にこっちの1番から飲んでいこうと思います。はい、決まりました。順位はですね、2,3,4,5,1,6,7 ですね。この順位でいこうと思います。はい、それではですね、この番号のウイスキーたちが一体何だったのか発表していきたいと思います。第7位、はい、カリラ12年になっております。いや、こちらはですね、僕個人としても、納得ですね。こちらは一応カリラ予想で正解しておりますね。結構やっぱりですね、薬品臭というか溶度高が、なかなかすごくてですね、まあ僕の、なんていうんですかね、ストレートで飲むにはちょっときついかなっていう感じでしたね。ということで、カリラが第7位となっております。はい。ラガブーリン16年ですね。いや、これはちょっと意外でしたね。まあ、結構比べてみるとこれも、ちょっとですね、溶度高がなかなかすごかったのが、この順位になった理由かなと思いますね。他に比べると、薬品臭はしたかなっていうところが、この順位の理由かと思います。はい。ラフロイグのクォーターカスクになっております。こちらはですね、一番最初に飲んだ一番のウイスキーなんですけれども、非常に美味しかったんですけど、やっぱり徐々にですね、飲んでいくと、比べてみるとですね、他の方が美味しかったなということですね。結構甘い香りで美味しかった印象なんですけれども、まあ他が僕的には好きでしたね。ということで、ラフロイグが第5位となっております。はい。第4位はアードベック10になっております。いや、これはちょっとですね、トラウマ解消したかもしれないですね。アードベックがこの順位ということは。いや、アードベック美味しかったですね。結構ですね、チョコっぽい感じと、最初ですね、だからラフロイグかなと思ったんですけど、
アードベックだったみたいですね。これ結構僕は好きでしたね。まあ、第4位に入るぐらいなんで、いや、ちょっと見直したじゃないですけど、アードベックいいですね。いやー、よかった。はい。キルホーマン・マキアベーになっております。いや、こちらはですね、やっぱり僕、かなりこの、モルティーな感じ、麦麦しい感じがすごく好きだったので、この旨味のある感じでが好きで、やっぱり3位に入ってきました。これはですね、銘柄も正解してますね。ということで、第3位は、キルホーマン・マキアベーでございます。はい。ボーモアの9ボトル12年になっております。いや、これやっぱめちゃめちゃ美味しいですね。超トロピカルでした。こんなトロピカルになるんだなっていうぐらい、めちゃめちゃトロピカルでしたね。多分ですね、この、最初この辺まではちょっとこう、ベリーっぽい感じだったんですけど、中盤に入ってきてだいぶトロピカル感が出てきましたね。いやー、ボーモア美味しいな。もうこれちょっと、お気に入り棚に追加確定ですね。ということで、第2位はボーモア12年でした。はい。そして、アイラウイスキーブラインドテイスティングランキング第1位は、はい、ポートシャーロット10年になっております。いやー、ポートシャーロットめちゃめちゃうまかったな。超フルーティーでしたね。こっちのですね、ボーモアもトロピカルですごいフルーティーだったんですよ。フルーティーな香りだとこっちだったんですよね。なんですけれども、フルーティーでかつ味がすごく、なんていうんですかね、フルーティーな味わいだったのはこっちだったので、まあ、やっぱり僕が料理人ということもあって、味重視で、ちょっとポートシャーロットを第1位にさせていただきました。はい。ということでですね、いかがだったでしょうか？皆様のですね、お好きなウイスキーは第何位だったでしょうか？今後もですね、こんな感じで地域別でランキングを作っていきたいと思っておりますので、今後もよろしくお願いいたします。はい。ということで、この動画は以上となっております。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントもですね、ぜひぜひいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。